わ。ごめんなさい、今日は私の当番なのに。それだけ忙しいってことさ。むしろ嬉しいくらいだよ。ありがとうございます、りょうかさん。アイドルになって一緒に頑張ってくれたクプーさんもいなくなっちゃったですけど、また特訓してもらってもいいですか？